梶川町は山梨県南駒郡にかつて存在した町。日本三大急流の一つ、藤川に面しており、江戸時代には藤川周運の拠点であった梶川カ菓子が設置され、栄える。近代には鉄道や道路など交通機関の発達に伴い商業圏の拠点としての役割は低下し、近年は過疎化が進行している。 大坊市公園の桜は日本桜名所100選に選ばれている。2010年3月8日に北隣のマスホ町と合併し、藤川町となった。県南部、甲府盆地の南園に位置する。町域には、高校遺跡が立地する平坦地は少ないが、梶じ沢町市編纂に際して、町域での総合的な分布調査が実施され、藤川、 大柳川の貸断球面や、尾根城を中心に13カ所の遺跡が確認されている。町域では、縄文時代や平安時代の遺跡が多く、弥生時代、古墳時代のものは少ない。山間地には、国見平遺跡など縄文時代の小規模遺跡が散在し、藤川支流の南川対岸の大地上には、縄文中期の集落遺跡である宮の全遺跡がある。 隣接するマスホ町との境界付近には、後期古墳も点在している。藤川流路は、甲府盆地への古墳文化流入のルートが想定されているが、現在では、当該器異物の発見は少ない。古代の律令成果では、駒軍、八代軍の二軍に両属する。否定境は、不確定であるが、大井座と、市川座と、河合が考えられている。 平安時代後期には、甲府盆地各地で荘園が成立し、町域は大井宗に属するほか、市川宗の一部にもあたる可能性が考えられている。平安後期には、甲位、現の一族が、甲府盆地各地へ土着するが、町域は西郡地域に支配を及ぼした、鏡炎光や一条、ただよりの影響下にあったと考えられている。戦国時代には、 天文年間頃より、貝の国と駿河国を結ぶ、陸上路である、河内路の通過する要所として、関所も設置される。戦国期にはわずかに在京武士団の足跡も見られる。近世には、門倉領域により、藤川の改作が行われ、藤川周運が開始される。梶ジ川ザは、三河岸の主力として、国中地域から、品野国の年貢米を、 静岡港まで輸送して、江戸へ改装する開米が行われた。また、梶じ沢塾は、陸上輸送の寸州王冠の宿場として機能した。梶じ沢は、名所として知られ、江戸後期の天保年間に観光された、葛飾北斎の浮世絵、富岳36系には、甲州石藩沢がある。近代には、明治期に、藤川運輸会社が設立され、 富士川周運は最盛期を迎える。梶じ和菓子は海産物の流通においても拠点となり、菓子跡からは駿河湾から産出されたマグロイルカ類をはじめとする多様な海産物が出土している。酒造業や製紙工場の経営も行われる。明治後期には中央線や身延線など鉄道の開通に伴い周運の重要性は低下する。 明治後期には水害も相次ぎ、1911年には梶ジ大火が発生する。戦後には農産物や林産物が主要な産物であるほか、雨畑バタなどの地場産業や観光業の振興にも取り組んでいる。JR 東海みのぶ線梶ジ川口駅が最寄り駅である。所在地は市川三里町黒沢であるが駅前広場までは、 カジカザワ町であり、かつては、市川三里町の前の市川大門町であった、地域を、カジカザワ町に編入したという歴史的経緯がある。また、富士見の部鉄道として開業した、当時の駅名は、カジカザワ黒沢駅であり、国有化の際にカジカザワ口駅と改称された。甲府駅方面へ向かう山梨交通の路線バスと、新宿駅方面へ向かう。 中央高速バスのバス停がある。路線バスの運行区間の詳細については、山梨交通カジカザワ営業所を参照。廃止された山梨交通の路線バス区間を引き継いで運行されている自治体バス。運賃は距離変動性を採用している。運行区間、葛飾北斎、富岳 36K 公衆医師班さんは、ありがとうございます。